エレーヌ・ブーシェ・ブーシェとコードロン C460。エレーヌ・ブーシェはフランスの女性パイロットである。多くの速度記録を残した。パリで生まれた。父親は建築家であった。22歳の時にパイロットになることを決意し、1931年3月から飛行士の訓練を受け、1932年6月に免許を得た。7月にはカーンのドービルの間の飛行を行った。 蒸気は木にぶつかり、枝にぶら下がったが、負傷は免れた。1933年にパリとサイゴンの間の飛行を行い、1933年7月にアンジェで12時間の飛行を行い、8月には女性のコード記録を作った。1934年6月、ルノーの社長、フランソ・アルイ・デューに雇われ、新たに設立されたコードロン・ルノーと契約を結び、 必要な資金を得ることができるようになった。1934年8月8日、コードロングルノー機で 100km の平均速度世界記録 412kmH と 1000km の平均速度世界記録時速 409km を立てた。8月11日に女性の速度記録 445kmH を樹立した。ルノーは LN ブーシェを使って 新しいスポーツカーの宣伝を行った。1934年11月30日、コードロン C460 での訓練中の着陸時に失速し、立ち木に接触し墜落して重傷を負い、病院へ運ばれる救急車の中で死亡した。死後レジオンドヌール勲章が贈られ、若い頃、過ごしたユマナンビルに葬られた。フランスの郵便庁は1972年に、 エレーヌ・ブーシェとマリーズ・イルズを記念する切手を発行した。ありがとうございます。